北海道のシミヤと今村だ。卵を産むのやめてください。チャリから降りてください。ルカリオ探してるべ。ルカリオは後でください。ポケモントレーナーのエテツヤ君と芝居でございます。はい、ダップポケトモンさん世界ようこそでございます。違う企画ですか。違います。皆さん、かっこいい男ってどんなハプニングがあっても動じない人間だと思うんですよ。なるほど。例えば彼女と旅行に行って向こうのホテルで、いやそれパリのホテルですよ、全然違いますよって言われた時に、それ俺やローマのホテル予約したと思ったらパリのホテルだったのって。そんなことが起こらんでしょ。ミスをかましたんだという。それはスマートに解決したの。バカ焦ったという。いや、こういう風にハプニングを目の前にしてまたまたしちゃう人ってかっこ悪い、ダサいんですよ。まあ、やっぱり男としてどんなハプニングがあってもそれをスマートに解決する術を日頃の訓練でね、身につけておきたいわけでございますよ。まあ、我々一応 YouTuber でございますので動画をしょっちゅう撮るんですけれども、途中でハプニングが起こった時うまく対応すれば面白にできるじゃないですか。まあ、そうだよ。逆に、うわ無理だこれちょっとやばいな撮り直す、どうするってなったら激しゃばなわけですよ。そ、そこは本当に腕一つなわけでございますね。腕一つだと。だから今回は人為的にハプニングを起こしてですね、ホープ練習ですね、まあ、火事をわざと起こしてそれを消す練習するみたいな、そういう怖いな、はい、そういう訓練で。なるほどね、避難訓練的な感じだね。ハプニングといえばこの人、りょうさんにですね、まあ、我々が動画を撮ってる時に無理やりハプニングを起こしていただきます。ハプニングは一応ね、一人ずつ今回はりょうくんと動画を撮って、2人で動画を撮ってる最中に急にハプニングが起こるので、それを誰が一番スマートに解決できたかっていうことで、まあ争っていきたいと思います。なるほど。ちなみに僕は本当にハプニングに対応できない人ですよ。りょうに頼っちゃいけないんですよ。クソ無能な相方を演じてくるわけです。分かりました。厳しい。2人いて1人無能って相当辛いぞ。いや、めっちゃめっちゃ話しちゃった。厳しいな。じゃんけんでまあ選びますか。そうですね、順番をね。はい。いや、3でしょうか。それはまあ、おい、それハプニングじゃねえかよ。4番出ちゃう。夢丸の4、ちょっと楽しみだな。夢丸の4はハプニングの香りがするぞ。一番ワクワクするぞ。時代処理だじゃあ早速私からやっていきます。はい、じゃあリョウくんお願いします。はい、ザク。ごきんよう、コブラツイストの虫眼鏡とリョウズノック。今日何ですか。今日は逆にね、今やったら新鮮なネタがあるんですよ。なるほど。メントスコーラスノック。いやー、なるほどね。結構昔からやってきたわけじゃないからね。そうなんなら、ね、こちらメントスノックね。はい、こちらメントスでございますね。あれ、あ、りょうくんこれハイチュウって書いてあるけどさ、ハイチュウでもできるのかな。え、間違えた、やばい。あ、間違えたの、りょうくん。間違えた、やばいぞ。いや、全然別に、じゃあ今回ごめんごめんぞ、ほんとやばいぞ、ノック。どうしよう、ノック。大丈夫大丈夫、どうしよう、ノック。大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫。メントスコーラは言うてもいろんな人がやってきてるからどうなるか分かってるさ。逆にハイチュウをコーラの入れたことあるしね、じゃない。今回は方向転換してハイチュウコーラでいきましょうよ。いいズノックね。いや、これは本当にね、どうなるかわからないんで。おぉ、まさに検証って感じで。確かにズノック。いきます。はい、3、2、1、開け、扉。いや、やばいズノック。はい、やばいズノック。大丈夫大丈夫、りょうくん。ちょっとこう追加でやってみようか。これ無駄に炭酸抜けてるだけだね。そうすごくな。実際のところね、この派手な現象は何も起こらないんですけど、まあ、ハイチュウって言うたら溶けるかもしれないじゃないですか。これを結構ほかっておけばこのコーラにね、うん、味がつくかもしれない。あ、新しいコーラになるすごくな。はい、で今回ネタを変えて、うん、コーラにハイチュウを2日間漬け込んだら1号味のコーラになるのかっていう曲にしましょう。おお、いいすごくね。いいなるすごく。一旦これ全部入れておいて、じゃあまあ2日後にまた動画撮りましょう。はい、はい、というわけでじゃあまた皆さん2日後に。ではさよなら。あ、お疲れ様だべ。お疲れ様です。いや、にしてもこのレベルかこのレベルの無能さが来るのかいや、でも逆にハプニングがね、しょぼかったからこそ普通なんで対応しかできなかったっていうか、まあでも割と対応としてはしゃあないなくらいの対応だと思うんですか。まあ大正解じゃないですか。よかった、素晴らしい。方向転換もしてね、ちゃんと。これはさ、慌てる必要ないじゃん。まあまあ、買いに行こうよ、じゃあって言って別に動画止めればいい話だけどそうなんだよ、実はね。どうしようってなっちゃうな。どうしようってなっちゃうな。いやどうも、1週間メイク生活中のペタとリョウスノック。今ローソンにこんなものがあります。じゃーん、あ、出た、ユーフェスマンチョコですね。これめっちゃいいスノックよ。はいはいはい。今日東海オンエア当てるまで食べ続けるスノック。きつ。開けていくスノック。まあまあでかいんだよねこれね、うん、でこういう系って大体この、ね、こう見る、はい、
ぱり、はい、食べて開けるんですよ。じゃあ、間違えた。これはミスになる。びっくりした。こもれると思ってた今。はい、じゃあインスタントドルスナックね。はい、まあ、いきなり動画が出たらもうこの企画終わりそうですからね。そっか、10日目が出るまでですね。いくよ、はい、せーの、よいしょ、ポッキーさん、いただきます。はい。はい、1個目完食スノックね、うん、じゃあ2個目アキレスノック、さあ、はい、ほい、うん、これヤバいスノック、え、UFS マンチョコだね、これ UFS マンチョコ、え、映ってないスノック、友達と友達の元カノが一緒にプリクラ撮ってるスノック、これこれユウスケマンチョコだよ。ユウスケマンチョコが混ざってるよ。ダメだめだめ。これはヤバいスドック。でもこれさ、大丈夫じゃない？一回見て確認し。あ、大丈夫。シンクレットって書いてあるわ。じゃなかったらヤバいもん。だって芝居優だし。あ、これ映していいスドック？これ映していいやつですね。安心してください。はい、こちら。と芝居優の昔のプリクラ、これは大丈夫。シンクレットが封入されてますんでね。でもこれ10日前の1人が出たからこれ終わりじゃない？そうですね。10日前は出てるよ。終わりスドックね。そう。めちゃくちゃテンポよく終わって、うん、動画的にもめっちゃいいモバイル、なるほど、スノック、おーい何やってんだべこれ俺にやるやつ、これ本当にふざけんぶどうでしたかね、この相方として、うん、俺が開ける前から笑いすぎて出すのそれがアブニングしばいだったらどうやって出したのこれ、確かにいや、マジでテンパるわ、ダメだこれはほんとダメだやどもふりかけプープーファラオドプー、よーズノック、今日は芝居さんにあるチャレンジをしてもらいたいと思うズノック。なんだプー、僕がプロマジシャン今日は用意しました。なのでそのマジックを見てもらって芝居さんにそのマジックの種を明かしてもらいたいと思うズノック。なるほどプーね、うん、じゃあ早速マジシャンを呼びますね。はいプー、ミスタートシックさーん、あ、どうもよろしくお願いします、ノック。お願いします。あ、どうもノック、どうもノック。はじめまして。有名な方なんだプリですか。テレビは待てないですね。パチンコ屋の方でも営業待ってるんで。あ、パチンコ営業やってるプリね。いや、もうまあいい、いいです。さすが始め、始めてください。見破れるプリよ、そんな。そう、全然有名だプリ。でもマジプロだからね、すごいスノックよ。え、楽しみスノック。あの、早速始めていただいてよろしいですっていうか、もう見破るのはね、違うあー、トランプの具合が違う、めちゃめちゃ機嫌が悪い、機嫌が悪いんだ、ズロックプーか、めちゃめちゃ機嫌ズロックプーか、もう一枚あるプー、こっちのトランプだとどうなんだプー、あーバイスノック、めちゃめちゃ怒ってるスノック、僕が手品やるプー、あー僕が手品やる、できるわけねえだろ綺麗に向けるめくれたプーね、ほら、やってみるプー、出ないよ滑って出ないよね、ほらほらバイスクル素晴らしいトラップだプーね、ほらじゃなくてパチャリンコじゃないよじゃあこれを当ててみるプー、パチンコ屋しか営業がなくて悩んでる、飛んでっちゃったやって、これだけやってくれる、僕が今思い描いたのはハートの2だ、ハートの2違う、クローバーの3、ええん、クローバーの3だからこれいくよそういう日もあるさどうすればいいんだよあれってもしあったらどうしようね、あれをさっさと怒らせて返した後に寮に個人的に芝居がマジックして寮を楽しませてちゃんちゃんって笑ってるから、カットするとかね、そうできんいいっすね、一句だけでしたよみたいな感じ、いやでもあのレベルがね3万でくるで、なるほどね、4万って難しい、どっかマジボヤ起きてんじゃないの、ホントにね、ヤドモ東海の夢丸とヨーズノック、今日はある商品を買ってきました、ほう、何ですかこれ、おうちでガチャガチャ回しちゃおう、ポケモンのガチャガチャズノック、えーすげえ、これを今日早速やっていきたいと思います、ね、早速回してみるはい、じゃあコイン投入して、うん、こうやってすると、あ、出てきましたよ、これ、うん、イーブイですよ、僕好きな、違うものとか入れたりしてもいいかもね、うん、確かに罰ゲームガチャガチャとかね、うわーやっちゃいそう、それ、いや、これはやるべきなんだよね、やるぞ、くな、うん、いやー、え、なに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 、でも、ここ結構高い場所ですよ、まあ、じゃあ見に行っていきましょうか、じゃあ
え、あれパーマなんかいるぞ。え、ちょっと待ってください。ちょっと、勝手に入ってきて。え、どうしたんですか。パーマンですよね。パーマンです。パーマンだ。大物のパーマン来た、近く。え、ちょっとどうしたんですか。ちょっと一回、ちょっと座ってください。こっち。どうしたんですか。何かあったんですか。頼むしい。どこ練習してたんですか。え、ちょっと、なんかこう、いい記念なんで、ちょっと動画撮りましょう、一緒に。なんで。いや、でもここ入ってきたじゃないですか。6600倍だから。いや、普通になんか警察呼べばよかったなと思うんですけどもね、不思議な方でしたね。不思議な方でしたね。怖えよ。いや、あれは分かんないね。分かんなかった。いや、これ動画でどうその正解だったの。でもパーマンじゃなかったんだよね。だってパーマンってちょっとさ、自慢したがりみたいなとこあるじゃん、うん、なんか、え、パーマンだって言ったらへへーみたいなさ、あんなあんなじゃないからパーマンマッシュだったもん誰も原作はあんま知らんかったそうですね、パーマン全然わかんないんだよここ座ってください、ここ。僕たち今こう動画撮ってまして、ちょっと向こうに挨拶してください。あの向こうカメラあるんで。それやっちゃうもう おしまいでしょ。あ奥まで、奥までね。あぁ俺力強いから金パーマンさん、ちょっと力弱めてくださいよ。無理。締め取るから、締め取りますんでね。こう締めずのくもうちょっと、ね、これもう壊れちゃいそう。壊れちゃったし、遊んだしね、これも。え、キンパーマンさん？どう？いや、ちょっとね、キンパーマンさんなんかね、来たりしてなんかもっと破天荒な、こうバーって場がね。キンパーマンさん？あれ、不審者ズノックよ、キンパーマンじゃないズノック。もうやばいズノックの動画。これをめちゃくちゃ使い、面白く言いましょうよ、じゃあ。面白く最後に、じゃあ僕は締めます。面白く締め面白く締めてくれる。面白くじゃあ締めますね。面白く締めてくれたらどうか。大丈夫ズノック、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと待っててください、はい、僕がもうボツだこの動画、使えないズノック。いや困ってるリョウ君、助けに来たよ。というわけでね、僕もパーマになりまして、はい、このね、動画はちょっとパーマンでね、もう動画がパーになっちゃった。髪型初めて見たぞ、僕今。